白ご飯 .com の富田です。今日はレシピサイトの中でも作りやすくて、だし汁いらず包丁いらずの炊き込みご飯を紹介したいと思います。ピーマンをたっぷり使うんですけど、こうじっくりね、炊飯器の中で加熱されたピーマンは甘くてジューシーな仕上がりです。予想以上の美味しさだと思うので、ぜひ動画見てお楽しみください。まずはね、ホワイトボードを使って、材料とポイントを紹介していきたいと思います。では材料です。お米ね、2合炊く時の材料、もう炊き込むのね、2種類だけ、ピーマンとツナ缶だけです。で、2合に対してピーマンは5、6個、結構たっぷり、炊飯器ね、一面が埋まるぐらいピーマン入れます。で、ツナ缶は小1個、ちっちゃい、このぐらいのね、ちっちゃいサイズの1個で十分です。あと、まあ粗挽き胡椒はね、これ仕上げに入れるやつで、調味料は醤油とみりんが各大さじ2ずつ、まあ、お米2合に対して大さじ2ずつなんで、それぞれお米が3合になったりこう増えてったら、まあ、その分調味料もね、分かりやすいかなと思います。調理する時のポイントです。ここに2つ書いてます。ピーマンは切らずに丸ごと炊飯器に入れます、ね、これ切ったらダメなのかっていうと別にそうでもなくて、まあ、美味しく炊けるんですけど、野菜って切るとどうしてもそこの切り口からこう、ね、成分がこう旨味とかいろんな栄養成分とか出ていくので、若干ね、味がこう薄くなるんです。で、この炊き込みご飯はピーマンを切らずに炊飯器に入れてね、炊くことでこうピーマン自体の炊き上がった時のこう味わいっていうのがね、ちょっと濃くなるかなと思ってます。なので切らずに入れてください。あとね、ヘタと種は最後に取るんですけど、それは工程の中で紹介していきます。で、もう一つ、ご飯を炊く水加減は必ず少なめでということですね。ピーマンを最後炊き上がるとね、こうピーマンをこう最後箸でヘタと種をこうちょっと取るんですけど、その時にどうしてもちょっと水がちょっと残ってるんです、そのなんかピーマンの中に。なのでそれをこう混ぜるから、ちょっと少なめで炊かないと炊き上がりがちょっとべちゃつくことになるから、こうご飯の初めの水加減は少なめでやってみてください。では、実際の工程を紹介していきます。お米2合を研いでから、ざる揚げしたものを今ね、炊飯器の内釜に入れました。ここに、水を加えてちょっとね、初め浸水させます。水はね、どのぐらい入れるかというと、こう目盛りの1と2の間、1.5 合、それよりちょっと少ないかなっていうぐらいまで入れてください。事前にね、浸水することですごいね、ふっくら炊き上がるので、30分から1時間ぐらい置いてみてください。このぐらいね、お米が真っ白に白濁すれば、浸水完了です。こうなれば調味料を入れていきます。醤油が大さじ2、これね、濃い口でも薄口でもどっちでもいいです。で、みりんも大さじ2です。はい。で、これでだいたいね、固めって固めで炊くんですけど、まあ寿司飯のね、ラインがあれば、まあ、それがね、固めに炊き上がる一つの指標なので、それを参考にしてみてください。これだともうちょっと水入れた方がいいので、寿司飯2合のところに合わせて、足りなければ水をちょっと足して、はい。で、これでよく混ぜます。もう調味料もね、醤油とみりんだけ、だし汁いらずなんで、すごいね、手軽だと思います。はい。ここにツナ缶とピーマン入れていきます。ツナ缶はちょっとね、そのまま入れると油が多いので、こういうふうにね、蓋を上にして、こうざーっと油を切った状態にしてます。油これ切ってます。まあ、軽く切ってください。で、これツナ缶1缶全部入れ
て、で、あとは洗ったピーマンをここに、もうあと上に入れるだけ。もう炊飯器が埋まるぐらい、うん。ちょっと大きめなんでね、ピーマン5個です。でもちっちゃければピーマン6個ぐらいがいいかなと思います。これで炊飯器セットしてください。もうね、お米浸水してるので普通コースでいいです。急いでれば、急速コースとかあれば、それでも十分美味しく炊けます。これでセットしていきます。はい、ご飯が炊けました。もうピーマンのね、色も変わって、箸で簡単にね、こう裂けるぐらいピーマン柔らかくなってます。はい。この状態で、しゃもじでこう混ぜる前に、ピーマンのヘタと種を取りましょう。箸でね、それぞれ軽くこうピーマンを開いて、まあ切り込みを入れて、で、こういうように、まあほら、ちょっと水分がね、わかるかな、こう水分が溜まってるんですよ。だこれがこう混ぜ込んだ時ちょっとべちゃつくんで、初めに固めにしましょうって言ったやつです。で、ヘタはね、取った方がいいです。口当たりが良くなるかなと思います。こうまとめてね、こう取れるんで、これでいいです。で、この種は正直ちょっと残ってても、そんなにご飯と混ぜちゃったら気にならないので、神経質に取らずにいいと思います。で、それぞれね、全部取ってってください。ピーマンのヘタと種がね、だいたい取れたら、もうしゃもじで混ぜていきます。もうピーマンを軽く潰して、で、あとはそこから混ぜてください。まあ、混ぜる時にね、ピーマンが自然と細かくなっていくので、このように混ぜて、ピーマンが火のね、じっくり通ったピーマンって結構優しい味わいでも、なんていうかな、味わい深いというか、うん。これね、あんまりおかずを選ばず、どんなおかずでもこう合わせやすい、こんな手としてね、合わせやすいと思います。はい、この状態になればお茶碗に盛って、またね、ツナの風味とピーマンの風味が合うんですよね。最後に粗挽き胡椒だけ、結構合うので、これがおすすめです。はい、これで出来上がりです。